まして、おめでとうございます。ヒューストユーマンアカデミー声優専攻の長谷川れなです。そして総合学園ヒューマンアカデミー大宮校パフォーミングアーツカレッジ2年大宮校のママこと吉田あゆみと、同じく2年生キム・ミンソンです。同じく2年生キム・ミンソンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけでおきおめありがとうございます。おめでとうございます。もう2022年ですよ。早いよ。早いね。早いです。という間ですけれども、まあ、今回は今年の抱負、もう個人的のね、はい、まあ、頑張ることとかをちょっと話していきたいなと思います、はい、ママからいこっか、はいはい、今年はもう2年生なので、うん、まず第一の目標は舞台を成功させるっていう、うん、楽しむっていうのがあるんですけど、うんうん、もう一つはオーディションがあるので、うんはい、結果がどうであれ悔いなく後悔なく終わらせるということが目標かなって思ってます、うん、はい。キム君は1と2は一緒なんですけど、うん、もう一つは僕は怪我しないことに気をつけたいと思います。怪我したの？猿に噛まれて死にかけたりとか、階段からジャンプして頭ぶつけて足を折ったりとか、まあ、怪我が多いんで怪我しないようにおとなしくでも頑張って生きていこうかと思います。頑張って生きてくだ。いやなんかこの場合からでも怪我しそうだよね。絶対今日の帰り道気をつけてね。今年はもう卒業もあるじゃないですか、はい、その後のことも、もう考えなくてはならない、まあ、考えてると思うんですけれども、はい、この学校を卒業してからの目標とかってありますか？私の目標はやっぱりモーションアクターであったり、ねうん、声のお仕事とはまた別に動きっていうか、うん、ダンスのお仕事をねどんどんできていければなとは思っています、うんうん、私はその在校生と何人かお話ししてるんですけど、モーションアクターの夢っていうのを初めて聞いたので、まあ、そういう職業があるのは知ってたけど、実際目指す子に会ったのが初めてね。着々とね近づいてはいるんだよね。そうですね。噂によると多くは言えないですけど、うんうん、ちょっとずつちょっとずつ。いやすごいなって思う。近づけるために頑張ってます。え、その夢ってこの学園に入る前からの夢なの？モーションアクターは知ったのは中学なんですけど、うん、目指したのは高校。声優を目指したのと同時進行で目指してたってところはあって、うんうん、個人的に勉強したの？なんか先生方にもいろいろ教えてもらった？個人的に調べて、うんうん、モーションアクターやってる事務所調べてとか、言い方はあれですけど、うん、多くは広まってない、声優よりも多くは広まってないお仕事なので、うんうん、主に自分で調べてやってます、うん、すごい、頑張って頑張ります頑張ります。キム君は？はい、行きたい事務所がありまして、ユーリンプロっていうところなんですけど、うんうん、好きな声優が小林裕介さんで、はい、その人の姿を見て学びたいなと思って今頑張ってます。いいね、はい、頑張って。頑張ります。大丈夫だよ、できるよ、キムならできる。ありがとうございます。かわいい本当に、ね、声優にいざ、まあ、なったとします。モーションアクターとかね、はい、お仕事ついた時にやっぱりなんか、まあ、そこからの目標 もちろんあると思うんだけど、一番やりたいこと、なってから、なってからやりたいことってありますか？アイドルコンテンツの、うん、ゲームとかの、うん、ダンスを、モーションをやりたいなって思ってます。じゃあいつかワンチャンあるんじゃない？私がモーションかそうそう担当したキャラクターの声が、おお、やりたい、やりたい、教えて、これ私なんです。あ、事務所側からのそのもし合格して OK 出たら、夢できた、誰だもん、夢できた、やった、頑張ろう、頑張ろう、頑張りましょう、頑張ろう。このキャラは僕当てます。あー、ガチャとかね。ガチャで。よかった、よかった。課金税。キム君は？僕は、とりあえず一番最初にやりたいのは、辛い時とかに見て励ましてもらったアニメに関わってる人たちに全員ありがとうを言いたいです。ありがとうございました。ありがとう。はい、それの後にフェイト関連のゲームに出たいなと思ってます。ゲームの声優ね、はい、楽しいよ。いいな頑張りましょう。はい、はい、というわけでもう今年始まったばっかりですけれども、はい、ペーパー夢に向かって頑張っていきましょう。ということで、この動画がいいなと思いましたら、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。またねー。